今日12月4日の朝は関東などでも冷え込みが強まり、東京では初霜を観測しました。こちらは東京立川から届いたウェザーリポート。葉っぱにびっしりと霜がついている様子がわかりますね。東京都心で12月4日に初霜が観測されるのは1988年11月27日に観測されたのに次いで34年ぶりの早さです。今朝の気温も 4.9 度と今季最低気温となりました。関東は明日5日月曜日も真冬並みの寒さとなりそうです。明日の夜にかけて気温は右肩下がりで、予想最高気温9度は日付が変わってすぐの頃に出る予想です。東京都心でも遅い時間ほど雨が降りやすくなる予想のため、雨の降り方で多少変化するものの、朝よりも昼間の方が寒くなる可能性があります。明日はマフラーや手袋、ダウンジャケットなど真冬の防寒具をご用意ください。また急激な気温変化で風邪などをひかないよう体調管理をしっかりと行いましょう。最新のお天気情報はアプリウェザーニュースでも見ることができます。ぜひご活用ください。